ヨーヨーフェイキン人、今日はなんとね、ランジのことを教えるつもりです。僕は最近自分のメニューでランジよく使ってるし、すごいいい運動と思ってる。なんかボルゲリアンスクワットよりちょっときついのポイントがあるけど、やっぱりなんか正しいの綺麗なフォームで収縮すると、まあ重さがつけなくても結構きついんでいいトレーニングになる。で、僕も今年のボルクオフシーズンは四頭筋が結構いいシェイプになってる。で、僕の思うでボルゲリアンスクワットとランジで結構うまくいってるから、これ皆さんにシェアするつもりなんです。OK、 ランジに話すと90度を90度にするボルゲリアンスクワットと全く同じなポジション。その後は自分のダンベルとかバーベルに合わせないといけないかもしれないけど、僕はよくダンベルかバーベルの方に行きますね。フロントスクワット、バーベル、ダンベルどっちでもにもいけるし、この感じでもいける。別に自分が好きな種目で、これ初めてだったら別にウェイト持ってなくて方がいいと思います。じゃあ一回ウォームアップセットしてから、僕の筋トレメニューに入ってる重さ 42.5、 今日はそれを12レップでも、ランジとするときに左右に行くと1レップだから、この床、ジムにあるの床を3回1、2、3歩いてから1つセット、それを3つセットにする。でも最初にもちろんウォームアップもしないといけないですね。この前スクワットとデッドリフトもやってて、だから結構パンプがすぐ出てくるね。あまりウォームアップとかストレッチも必要ないもうしてたから。で、ランジするときに結構大事なことは、あまり骨盤の両方に足を行きたくない。これは骨盤、膝、足首にもしかしたら怪我するかもしれないから、骨盤のちょうど前、鏡とかカメラの前に見たらちょうど膝が骨盤の前で、膝は手首のちょうど上、前に行くとか後ろに行くとかわけじゃなくて、両方も行けなくて、足も両方に踏ん張るわけじゃなくて、まあもちろん転ばないようになんかこの感じがいいけど、特に重さ持つ時にもこうにするとか怪我しやすいだから、ちょっと気をつけてください。じゃあこの3つのワーキングセット、本気セットは違う見るポジションから見せる。だからちょっと長いかもしれないけど、この違うポジションから見るのはちょっと勉強になるかもしれないから、ちょっと見てきてください。見たかもしれないけど、言うと忘れたのは、膝は床についたら本当に収縮しながら少しだけつけてる方がいい。
コントロールのため、わかる？本当に90度まで収縮いてるとすごいきつい。だからもっともさできるかもしれないけど、コントロールで安心、綺麗なフォーム収縮すると 100% 筋肉使えるようにやらないといけない、何でも。だからこの重さはちょうどチャレンジ、先週は 37.5kg で、今週は 42.5kg だから完璧。でその後は上半身は倒れないように頑張らないといけないですね。ちょっと違うフォームで後ろに倒れるか前に倒れるボルガリアスクワットでも、ランジはちょっと違うのことはずっとまっすぐにした方がいいと思いますね。そういう倒りたい、首都圏かハムストリングに効きたいなら、ボルガリアスクワットにやってる方がいいと思う。転ばないように、なんかホームジェンとかだったら別に転んでもいいけど、なんかダメージにならないとか、人にぶつからないように、ちょっと気をつけた方がいいのは上半身倒れない。ちょうど8回1回通るとこのジムの、もしかしたら12レップきれいに3つできたら、あと3日間もう一回このメニューやるときに45か 47.5 のキルでこのランジするつもり。多分誰かが考えているのはそういうこういうスペースがジムにないからウォーキングランジできないよとか、別にパワーラックとかの中にそういうステッピングランジみたいなスクワットだけにやってもいいけど、僕はねそうするとなんでとまだ分かんないけど膝が痛くなる。そうするとだから膝が痛いよりなんかスペースできる運動の時にスペースちゃんと作って膝が痛くないように頑張るですね。もちろん皆さんがウォーキングランジできないから残念だけど、まあなんとなくどっかでジムが空いてる時にやってみてか、まあ違うジムに行くとか公園に行って兄弟とか親たち肩に乗せてか一緒にウォーキングランすればいいんじゃない。なんかSeven!
できた。で、あと2つ種目あるけどね、下半身の日ね、最近結構好きだし。で、ストレッチしてから、明日小池さんとカーリオあるから、別にカーリオ必要ないね今日。ランジの質問とかあればぜひ下にコメント書いたり、SNS、Twitter、Insta、Snapchat とか Facebook、どこでもに連絡もできますし、昨日は期末試験でしたから、まあこの2週間前ぐらいは結構忙しかったけど、これからもうフィットネスたちの施設になると、ジムの施設たちになるから、そしてもし施設のボディメイクトレーニング興味あれば、ぜひここに来て、何でも自分の目標にトレーニング合わせるから、ぜひ話してください。いつもフィットゲインジのチャンネルを見に来てありがとうございます。このチャンネルでは男女日本人が外国人関係なく、必ず頑張るとあなたもゲインジゲインが欲しいからね。この動画を好きだったら下にいいね、チャンネル初めてならぜひ登録よろしくお願いします。今度まで確かなことは何でしょうか。レイクボンプ、ステイフィットゲインジ。